その私の場合はということでこれが正解ですというわけではもちろんないです。えっ、ー、と、個人開業の特色ということで、えっ、ー、と、100%自己資金で借り入れなしでやっています。で、これは借り入れしない方がいいぞということではもちろんないです。あのー、お店を開く場合っていうのは結構融資を受けられるものなので、えっ、ー、と、必ずしも自分の貯金だけで開く以外の選択肢もあります。で、えっ、ー、と、 自分の特色としてもう一つは、結構外注を使ってるっていうことがあります。あの、ウェブサイトを検索して調べていただければ出てくるんですけれど、えっと、自分の相談室のウェブサイトは、えっと、実は、あの、以前に私が受けていた患者さんのお子,お子さんのお父さん、パパさんが、あの、ウェブデザイナーさんで、うん、で、あの、見ていただくとわかるんですけど、めちゃくちゃいいサイトなんですよ。 すごい綺麗に作っていただいて、最高なんですよ <laughs>。というご縁で <laughs>、はい、ウェブサイト立派です <laughs>。で、えっ、ー、と、経理も、あのー、確定申告をするために必ず必要になってくるんですけれど、えー、それも友人の知り合いで、あのー、経理サポートしてくださるという方に、 毎年お願いしています。で、えっ、ー、と、経営相談、写真撮影、各種印刷物とか、まあ、決済システム周りとかは、えっ、ー、と、ウェブサービスをそのまま使っていたりします。なので、えー、自分でやってることは意外と少ないです。結構人にお願いしています。で、あともう一つの特色が、結構オンラインでの問い合わせ、 ウェブで宣伝してきていただいたという方が7割だったりします。で、これはですね、当初は、あの、地域を回って営業に行くつもりだったんですけれど、コロナのせいで <laughs>、ちょっとこう、あの、保健所さんとかに例えば、よろしくお願いしますというふうに営業に行くのがとても行きづらい状況に、 当時ピークだったので、あの、なりまして、で、えまあ、やむを得ずオンライン営業に切り替えたところ、こうなったということです。はい。その地域営業なのかオンライン営業なのかっていうのは、えっ、ー、と、この後にお話があります。はい。<laughs> ですね。でえっ、ー、とですね。開業当時を振り返ってなんですが、えっ、ー、と、結構こう営業しながら、 開業の定裁を整えていったというところが大きいかなと思います。あの、お店を開くってなると、えっと、普通のイメージで言うと、借りてから内装を整えて、そうなんです。そう、設備を取り入れて、うん、で、教材とか備品とかを購入して、で、まあ、インテリアみたいに飾って、で、お花を飾って、開業おめでとうございます、みたいな。 そう思ってました。<laughs> はい。そうなんです。まあ、そうありたいところなんですけど、その、ね、こう、先立つものがないので、あの、そんなことをやってるとですね、1ヶ月、2ヶ月、普通に、こう、過ぎ去ってしまうんですね。なので、えっ、ー、と、言語聴覚士、言語聴覚療法のいいところは、机と椅子さえあれば、仕事ができる。うん、はい、そうなんです。で、まあ、決してお客様を、こう、軽んじるわけではなくて、 で、あの、必要なものがあれば開業すればいいっていうのは、あの、強みというか、でき、うん、できるということですね。で、えっ、ー、と、まあもちろんその、小さいお子さん用に、こう、マットが必要だったり、あの、おもちゃが必要だったりとか、あの、なんか難しい相談を受けるためにこの器具が必要とか、この検査が必要とか、あるんですよ。めちゃくちゃあるんですけど、えっ、ー、と、それでこう、収益化できる、えー、保証はないわけですよね。 で、問い合わせが増えてくると、その見込みが出てくるっていう順序だと思うんです。なので、えっ、ー、と、営業しながら進めていけば、あのー、安全、まあ、より低リスクになるかなというのは一つあります。なんで、えっ、ー、と、先ほど言った成人の方とか、とか、あの、大人の方は割と軽設備で、 え、受け入れることができるので、えっ、ー、と、まあ、以前から付き合いのある失語症の方も来ていただいていたりしたんですけれど、あと、えっ、ー、と、機能性高音障害の方というのは、結構早期からたくさん受け入れをしています。うん、はい。そうですね。なんか、こう、棚の組み立てとかをすごい後回しにし、しがちですね。<laughs> <laughs> 机と椅子は最優先で組み立てるんですけど、教材を入れる棚はもう押し入れにしまってあるみたいな。<laughs> ねはい、そういうことがあるんですそう。そういうことがあります。こう裏を開けるとすごい汚いみたいな。<laughs> うん、でもお客さんが入れると、入れるところはすごく綺麗なんですけれど。うん、はい。うん、で、えっ、ー、と、小さく売り上がるポイントを意図的に設置してとありますが、えっ、ー、と、教材販売を先に始めて、うん、で、小さく、まあまあ、あの、小さくお金をかけて、で、少し売り上げ上がって、その売り上げを元に、また少し売り上げを立てて、というふうに、段階的に、えー 売り上げポイントを設定していって、自己資金を回転させていったという特色があります。で、えっ、ー、と、もう一つ、その初めは DIY って書いてあるんですけど、えっ、ー、と、最初は何でも全部自分でやる。なんで家具の組み立ても自分でやるし、えっ、ー、と、教材を印刷するのも自分でもやってたし、製本したりするのも手作業でやっていたし、えっ、ー、と、ま、会計なんかも最初はこう自分で打ち込んでっていうふうにやるんですけれど、えっ、ー、と、売り上げが立ってきたら、 ええと、そこを速やかに切り替えるっていうこともまた重要かなと思います。うん、あの、何でもやってやるぞの精神で始めるんですが、あの、慣れてくると自分でもできるじゃんっていうふうになるんですけれど、ええー、と、本来は ST の業務に専念した方が売り上げは、うん、ええー、上がるんですね。なので、えっ、ー、と、そこの切り替えっていうのがすごく重要だなと思っています。後で説明します。で、ええー、と、 その会計と税金の勉強ですね。ここがとにかく、とにかく不安だと。はい。あの開業したいけどできない人のネックは一番ここですね。よくわかんない世界ですよね,ですね。そうなんです。うん、えっと、いまだにわかりません。大丈夫です。<laughs> 大丈夫じゃないんですけど。えっ、ー、とですね。早めにプロに相談した方がいいです。また、中脳にて師匠の内側。両肩甲、体骨盤の可動性。 理解,が良好理解は良好。